オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書はウィーン条約に基づきオゾン層を破壊する恐れのある物質を指定しこれらの物質の製造消費及び貿易を規制することを目的とし1987年にカナダで採択された議定書略称はモントリオール議定書事務局はケニアのナイロビにある国連環境計画 1987年に採択、1989年に発行。毎年、議定書の定約国会議が開かれ、1990年、1992年、1997年、1999年、2016年と段階的に規制強化が図られている。この議定書により、特定フロン、ハロン、4塩化炭素などは、 先進国では1996年までに全廃。同義定書の気刈り改定によりその他の代替フロンも、先進国は2020年までに全廃することが求められた。日本では1988年にオゾン層保護法を制定し、フロン類の生産及び輸入の規制を行っている。日本も気刈り改正には2018年12月18日に批准し、 65番目の批准国となる。同改正は2019年1月1日より発行している。2019年1月1日、議定書の気狩り改正が発行された。気狩り改正の下で、各国は今後30年間で代替フロンとも呼ばれる、ハイドロフルオロカーボンの使用を80%以上削減することを約束した。二千十八年十二月十七日までに、 65、各国が気軽改正を批准した。日本語2018年12月18日に批准。代替フロンの段階的廃止は、よりエネルギー効率の高い冷却装置を再設計することで実現可能である。主に先進国で製造された代替フロンは、CFC 及び HCFC に変わるものである。代替フロンは、オゾン層に害を及ぼさない。代替フロンは、 CFC や HCFC のように演奏を含まないからである。しかし、代替フロンは、温室効果ガスであり、地球温暖化係数が高く、CFC や HCFC と同程度である。7年間の交渉の後、2016年10月に、ルアンダ共和国の首都キガリで開催された第28回、モントリオール議定書会議で、キガリ改正は代替フロンを、 モントリオールギテーションに基づく規制対象として、定約国により採択された。中国、ブラジル、南アフリカを含む発展途上国のグループは、2045年までに、代替フロンの使用量を2020年から22年にかけての平均値の80%削減することを義務付けられている。インドと他のいくつかの発展途上国イラン、イラク、パキスタン、そして、 サウジアラビアとクウェートのようないくつかの石油経済に依存する国からは2024年から26年の大体フロンのそれらの平均値の85%を2047年までに削減する。2017年11月17日には気り改正の発行が可能となる批准国20カ国を超え2019年1月1日に同改正が発行することが決まる。 ありがとうございます。